皆様こんにちは、ロリン座のテラベです。今日はですね、偽物の見分け方をお話しさせていただきたいんですけれども、ですね、今日の偽物はこちらです。それもあまり、よくできてないものなので、今日は皆さん見ないでください。飛ばしてください。コメントも受け付けておりませんので、なんで撮ったんとか、言わないでください。はい、そろそろですね、見てみたいと思います。はい、見分け方は、2つあります。先ほどからちょっとこう映させていただいてます。こちらのベルサーチのこのロゴですね。顔の輪郭が、パッと見太りすぎですね。もっと本物はシャープな印象です。後ほどですね、本物の、顔をお見せしたいと思います。はい、2つ目はですね、こちらの V の文字に着目していただきたいんですけれども、V が開きすぎ、となっております。本当の V は、もうちょっとこのスタートとエンドの、部分が狭い、フォントとなっております。はい、それではですね、本物の画像を見てまいりましょう。その前にちょっとこちらをですね、よくちょっと目に焼き付けておいてください。輪郭のところにね、ご注目してくださいね。はい、本物はこういった顔立ちになってます。全然違いますね。はい、もっと輪郭はシャープな感じになっております。はい、で、フォントもですね、 V はこのぐらいの、縦横比率なんですね。V のスタートとエンドはこのように狭い感覚でございます。フェイスもこのようにですね、シャープですね。はい、それに対しましてはい、ちょっと太ってますね。5キロぐらいちょっと減量しないと本物にはなれないかと思います。ベルサーチの V もこのように随分スタートとエンドの部分がここですね、広がっていると思われます。はい、今日はですね、このように、ベルサーチの心眼鑑定、これジャージの上なんですけれども、心眼鑑定を行わせていただきました。もうこれもですね、随分古いものでして、ベルサーチ自体もですね、もうほとんど出回ってない、東京に数店舗あるそうなんですけれども、ほとんどないブランドですので、あまりですね、ご参考にならなかったかと思います。出回ってないものはですね、心眼鑑定しようもないですからね。はい、今日はベルサーチの、ジャージの、偽物の見分け方をお話しさせていただきました。今日のですね、コメント、ディスりのコメントはちょっと受け付けられませんので、ご了承くださいませ。いつもはですね、全然辛辣なコメントを、大歓迎でございますので、よろしくお願いいたします。はい、今日もですね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。ブランド買取ロリン座では、いろんな動画を撮らせていただいておりますので、ブログに飛んでご覧になってみてください。ブログもですね、読んでいただきましたら嬉しいです。はい、それではまた撮らせていただきます。ありがとうございます。